2024年3月下旬、とある川辺へやってきました。目的はクロナガアリの観察。毎年3月下旬から4月にかけて結婚飛行を行うアリとして知られるクロナガアリ。この日は実際にクロナガアリが結婚飛行を行う可能性のある天候となったため、様子を見に来たのです。時刻は正午過ぎ。クロナガアリの巣口では時折オスアリが顔を覗かせているようです。やはり今日条件が整えば結婚飛行が行われる可能性がありそうです。しばらくこの付近にとどまり、クロナガアリの巣口周辺を観察することとしましょう。しばらく観察していると、周辺で羽を落とした新女王が見つかり始めました。あまり大規模ではなかったようですが、やはり結婚飛行が行われたようです。今回はこれらクロナガアリの新女王を採集して持ち帰り、飼育をしてみることにしました。新女王の管理やコロニーの成長の様子など、どうぞごゆっくりお楽しみください。それではまず、クロナガアリの生態について確認をしておきましょう。クロナガアリの生息地は、本州、四国、九州、屋久島まで。北海道や沖縄では見られないアリです。国外では、朝鮮半島や中国、台湾にも分布しているようです。クロナガアリの植生と営巣地について、クロナガアリは主にイネ科の植物の種を集めて巣に貯蔵し、それを食料とする特殊な生態を持ちます。これに伴い、巣はそれらの植物が集まる草地などに作られます。コロニー形態は、巣内に女王が複数存在する多女王制。営巣形態は土中営巣制で、開けた草地などの土中に巣が作られます。クロナガアリの結婚飛行は3月下旬から4月頃までがピークとなり、5月中も小規模の飛行が続く場合もあります。飛行時間帯は午前中から正午過ぎ頃あたりの日中の時間帯となります。それではここからは、採集したクロナガアリ新女王の飼育管理や成長の過程について見ていきましょう。4月12日、新女王採集からは約2週間が経過しています。今回は3匹の新女王を同居させ、コロニー立ち上げを図ることにしました。
コロナガーリは女王1匹からコロニー化が可能で、複数の女王でも同様にコロニー化が可能です。ただし、あまり数が多すぎるとバランスを崩してしまうので、5匹程度までの女王数で始めるのが良いと思われます。新女王たちには採集後、体力補強のために少量の蜜餌を与え、最初は試験管室での管理を選択しました。試験管室内ではすでに卵が確認できますね。4月21日、新女王採集からは約3週間が経過しました。卵は少し増えて十数個が確認できます。ただし、まだこの時点では幼虫は孵化していないようです。5月2日、卵はまた少し増えたように見えますが、幼虫は引き続き孵化していません。5月14日、結婚飛行からは約6週間、室内の様相が少し変わりました。女王のもとには幼虫たちが複数孵化しています。女王にとってもせわしない育児の日々が始まりました。5月27日、3匹の女王たちは引き続き元気に過ごしています。室内には最初のサナギが現れました。クロナガアリは眉を張らずにそのままサナギになるタイプのアリです。まだ真っ白なサナギが徐々に色づいていくのが楽しみですね。6月9日、室内の幼虫たちはほとんどがサナギに変わりました。その中でもいくつかはだいぶ色づいています。初ワーカーの羽化が近づいています。6月14日、室内に小さなワーカーたちが確認できます。女王の結婚飛行からは約11週間、最初の世代のワーカーの誕生です。すでに4匹が羽化していますね。女王たちも3匹とも健在のままコロニー化を果たしました。ここまでの管理方法はシンプルな方法です。まず、飼育巣は簡素な試験管巣。餌は2週に1度程度、少量の種とプロゼリーを与えましたが、種などはほとんどかじる様子はありませんでした。そしてあとは、アリたちにストレスを与えないよう、静かな環境に放置しました。そして、コロニー化したここからは、管理方法を変えていきたいと思います。まず、飼育巣は、より本格的な飼育性のアップデートを図りますが、ご縁により、我が家にやってきた、アントストリートマーケットさんの高性能飼育巣、アントケースネクストがとてもマッチしそうだと感じたので、こちらを採用したいと思います。アントケースネクストの機能などに関しては、また別の動画でも紹介したいと思っています。そして、餌の頻度も週1回程度に増やします。もっと増やしたいところではありますが、本来クロナガアリは夏場にあまり活動しないため、初期コロニーでもある現在の状態ではたくさん餌を与えても食べきれない場合がほとんどです。8月10日、クロナガアリの初期コロニーをアントケースネクストへ移します。今回は少々強引ですが、餌場部分にコロニーを投入し、そこからは自力で居住スペースに移動してもらうことにしました。2日後、遮光板を外すとクロナガアリのコロニーは無事に居住スペース内に移動してくれていました。右下の部屋を中心に室内右側に集まっていますね。室内右側にあるのは加湿スペース。この飼育巣は右側に配置された加湿用スポンジを通して室内に湿度を供給する仕組みになっており、
コロナガーリたちは湿度を求めて右側のスペースを居場所に選んだのでしょう。8月14日、コロニーが巣内に落ち着いたところで、餌場に種などを与えてみました。種はきちんと巣内に運び込まれ、かじった跡のようなカスも見えます。種の種類や大きさによって、若干置き場所も分けられているように見えますね。また、入居直後よりも、女王やワーカーの集団が加湿スペースから少しばらけたようにも見えます。加湿が進み、居住スペースの環境がより整って、クロナガーリたちも馴染んだのでしょうか。9月3日、結婚飛行からは5ヶ月が経過しました。クロナガーリのコロニーのワーカー数は20匹を超え、飼育室にもすっかり馴染んだようです。クロナガーリたちは主に右側の上下2部屋を使い、室内での行き来もより活発になっているように見えます。幼虫が種を食べているシーンも見られるようになってきました。コロニー化したばかりの頃よりも、より一層コロニーとしての活動が観察できるようになり嬉しいですね。これから季節は秋を迎え、クロナガーリ本来の活動時期となり、もうしばらくの間、コロニーの元気な活動と成長が見られることでしょう。いかがだったでしょうか。今回は一から育てるクロナガーリということで、3月末の結婚飛行、新女王採集からコロニーの立ち上げとその後の成長までの記録を見ていきました。種を主食とする生態の面白さ、見やすい大きさで可愛らしい二節ありのフォルム、多女王性でコロニーの観察が楽しい点など、魅力の多い種であるクロナガーリ、今後もコロニーが順調に大きくなってもらえるよう飼育観察を続けていきたいと思っています。今回は以上で終わりとなります。ご視聴ありがとうございました。